はい、えー、こんにちは。レトスノーうのです、えー。3月7日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。量より質が重要だ。2本の二塁打より1本のホームランの方がずっといい。こう言ったのはアップルの創業者であるスティーブ・ジョブズです。いくら勉強量を増やしても、勉強の質が悪ければ実力は上がってきません。逆に、勉強の質が良ければ短期間で実力はつきます。 実際毎年弊社の受講者まで4ヶ月で合格する方がいます。勉強の質が高いからこそたった4ヶ月で合格できるんです。勉強の質イコール効率的な勉強法と言えるでしょう。効率的な勉強法とは覚えるべきポイントは覚えて理解すべき部分はしっかりと理解するということです。なかなか独学だと覚えるべき部分と理解すべき部分の区別が難しいんですね。なので弊社の個別指導では 弊社の過去問を行うだけでで区別が可能ですなぜなら弊社の解説には理解すべき部分はきちっと理解すべき部分まで記載されているからです試験まで残り7ヶ月しかありません余分な勉強をせず短期間で実力つけたいという方は是非個別指導をご検討ください個別指導についてはこの動画の最後にお知らせいたしますでは3問に入ります 仮登記は登記の申請に必要な手続き上の条件が具備しない場合に限り仮登記権利者が単独で申請することができるマルか×かという問題です答えはこれ誤りですねで仮登記って何なのかというと登記申請に必要な書類が揃っていない場合だったりとかあと売買予約で飼い主がまだ所有権を得てはいないけれども予約者としての権利を確保する必要がある場合 まあこういった場合に、早い順位番号を確保するため、まあ、順位保全っていうんですけども、そのために行う投機が仮投機なんですね。で、この仮投機には対抗力ってないんですよ。後で本投機をした時に仮投機の順位で本投機がされて、対抗力を持つようになるんですね。で、少しわかりづらいなと思った方は、もう完全な投機をするんじゃなくて、仮の投機なんだと考えていただければ、とりあえずは大丈夫です。 個別指導では詳しく解説するんですけども、ちょっとこれ詳しく解説すると長くなっちゃいますので、今回はここまでに留めさせていただきます。まあ、とりあえず、この問題で覚えていただきたい点で言うと、まあ、仮登記であったとしても、売り主と買い主が共同して登記申請しなければいけないんだというところです。今回問題文を見ると、単独で申請することができるとなっています。なので、誤りということになります。で、問いにですね、 宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合について A は分譲の代理を他の宅建業者 B に依頼した B は単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合案内所においては B のみ標識を掲示すればよい丸か罰かという問題ですで答えは丸ですねえ案内所に、えー、標識を掲示する義務があるのは案内所を設置する宅建業者です で、今回の問題文で言うと、B は単独で現地案内所を設置したと書いてあるので、B のみ案内所において、えー、標識を掲示すればいいということになります。で、分譲会社っていうのは現地、えー、つまり分譲地に標識を掲示します。つまり、A が分譲会社、分譲業者なので、A は現地、分譲地に標識を掲示しなければいけません。 まあこれ基本的なところなんですけれども、覚えられていない方、整理できていない方、非常に多い部分です。また問題文はしっかり読んでいただければと思います、えー。読み違いで間違えることはすごくもったいないので、ちゃんと問題文は読みましょう。そしてこの問題で重要なのは、先ほどお伝えしたポイント以外にもあるんですね。でそれは問題文の読み方になります。で、えー、この点については個別指導の方、えー、のみお伝えいたしますので、えー、個別指導の受講主さんは 受講者専用のメルマガからご確認いただければと思います。で、3番目です。国土利用計画法。A が所有する市街化区域に所在する面積5000平米の一段の土地を分割して、1500平米を B に、3500平米を C に売却する契約を A がそれぞれ B 及び C と締結した場合、B は事後届出を行う必要はないが、 C は事後届出を行う必要がある、丸か×かという問題ですね。まず一田の土地っていうのはひとまとまりの土地だというふうにお考えください。で、これ分割して b 1 5 0 0平米売って C には3500平米売ったって話ですよね。で、売り主は A さん、買い主は B と C という状況です。で、事後届出が必要となる土地取引の面積っていうのは市街化区域では2000平米以上ですよね。 で、この場合、権利取得者、つまり飼い主は、事後届出を行う必要があるわけなんですけども、この要件を満たしているのは C ですよね。B さんっていうのは、この要件満たしてないですよね。C さんは2000平米以上ですよね。3500平米だから2000平米以上。B さんは1500平米なので2000平米未満。従って B は届け出不要。一方、C は届け出が必要。っていうことです。従って、ここに書いてある通りですよね。 B は事後届出を行う必要はないが C は事後届出を行う必要があるつまりこれは丸だということになります個別指導の内容についてはこちらをご覧くださいこちらに動画がない方はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますので、ね、そちらからご確認くださいまだチャンネル登録していない方はこちらの方からぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします今日も一日頑張っていきましょうレトスのオのです